カニクイザルは、哺乳高霊長目、オナガザルカマカク属に分類される、霊長類。インド、インドネシア、カンボジア、タイ王国、バングラデシュ、ブルネー、マレーシア、ミャンマー、ベトナム、ラオス。人為的な導入により、香港やイリアンジャや、パラオ、モーリシャス、サモアなどに定着している。模式標本の産地は、スマトラ島。 赤毛猿と分布の境目では交雑しており、正確な分布の境界は不明。亜種によっても異なるが、大人の個体で体長38から 55cm、尾の長さは40から 65cm になる。体重は、オスで5から 9kg、メスで3から 6kg。尾は長い。頭頂部の体毛が棒状に伸長する個体もいる。ファシキュラリスは、 棒状のノイで、頭頂部の体毛に由来すると考えられている。肺褐色や暗褐色、高褐色などの体毛で覆われる。本種の学名として、マカクエルが用いられることもあったが、裸なとされる。以下の亜種の分類は、グローブスに従う。分布は IUCN に従う。赤ザルと交雑し、南ブタオザルマカクネモストリーナとの交雑個体も、報告されている。 社会性を有する動物で、通常5から60頭の群れを作って生活する。その群れには、通常2から5頭のオスが含まれる。群れの大きさは、餌の豊富さなどに依存し、群れでのランクは成熟したオスがメスより上位となる。メスの妊娠期間は167から193日で、小猿の出生時の体重は約350、約 350g。はじめは、黒い体毛であるが、 数ヶ月の間に生え変わり、最終的に赤茶色の体毛となる。植生は雑食で、植物の果実や種子を主な餌としているが、それ以外にも、植物の葉、花、根、小鳥、トカゲ、カエル、魚など様々な動植物を捕食している。海岸やマングローブ林に生息する個体は、カニ類も食べることが、名前の由来とされるが、 カニ類の実を食べるわけではない。顎関節の形態など人に類似する点が多く、また同一条件での飼育が可能であるため、形態的な研究や投薬研究の際の実験動物として用いられることがある。前述したように実験動物として用いられることがあるほか、宇宙飛行のテスト動物として宇宙船に登場させられる。各地で導入。 野生化したカニクイザルが農作物に被害を与える事例も発生しており、世界の侵略的外来種はアースト100に選定されている。また、カニクイザルはエボラウイルスやサル痘、B ウイルス感染症の媒介者として知られる。インドネシアのバリ島や太陽国のロブリなどのように一部の地域では侵攻の対象とされることもある。東南アジアでは、 寺院や公園などに住み着いた猿類が見られ、その多くは本種とされる。インドネシアのバリ島、ジャワ島のパンガンダラン自然保護区、シンガポール、ロブリの例では、生息地の1970年代以降の経済発展に伴い観光客も含めた餌付けなどが盛んになりこれらの地域での個体数が増加したと考えられている。 タイのロブリーという町に住むカニクイザルには人間の髪の毛をデンタルフロース代わりに用いる者がいてその行為は親から子に伝えられる分布は非常に広く生息数が多いため絶滅の恐れは低いと考えられてきた一方で口述する理由により生息数は減少していたにもかかわらず生息数が多いとみなされていたことから関心が向けられなかったり 保護対策などが行われておらず将来的にさらに生息数が激減することが示唆されている。食用やスポーツハンティングとしての狩猟、実験動物としての採集、害獣としての駆除などにより生息数は減少している。1977年に霊長目単位でワシントン条約付属書記2に掲載されている。 日本では2005年4月に特定外来生物に指定されている。ありがとうございます。